日本の朝8時。おはようございます。おはようございます。こちらの惑星は真夜中です。コオロギ食べない連合を立ち上げました。群れなくても食べんとよ。てこと。はい、ということでですね、最初からちょっとふざけた動画で怒らないですかね大丈夫ですかね有本香里さんとですね、ヘライザーと YouTuber のヘライザーですねと接点ができたということでですね、これツイッター上なんですけど、有本さんがツイートでですね、今朝の朝8では上野千鶴子氏の過去発言を検証と、もう一つ今朝の番組でハッシュタグコオロギ食べない連合を立ち上げました。タンパク源確保が目的なら昆虫食より日本の畜産業再生が先でしょうと、まあ朝八についてですね、ツイートしまして、でこれに対してですね、引用リツイートで YouTuber のヘライザーがですね、コオロギを食べない連合、群れなくても食べんぞよ、戦闘員諸君、ぼっちとは孤独を強く認識すること、ぼっちと感じないやつはぼっちではない、しかと己を卑下してお一人様とか言わぬように、孤独に震えて人の温かみに備えよと、まあこんな、まあ、感想のツイートしまして、私としてはちょっと意外なつながりというかですねまさかこの YouTuber のヘライザーがですね、有本さんのツイートに反応するとは思わなくてですね、まあトップではバーサスって書いたんですけど、まあ特に何もやり合いはなくてですね、まあ、こういう引用ツイートがあったっていう、まあそれだけの小ネタですね本日は。ただこの文章を読むとなんか深い感じはしますよね。まあ別に連合を作んなくてもコオロギ食べませんっていう、まあそういう話とですね、あと下の方がですね、まあ上野千鶴子氏のお一人様っていうところにちょっとかけて話してんですけど、このまあ上野千鶴子氏がお一人様っていうんで、まあいろいろ本書いたりしたんですけど、まあヘライザーが言うところの意味を考えますとですね、まあ孤独っていうのは大事なことだよと、孤独っていうのを思いっきり味わいなさいみたいな、まあそういうことだと思うんで、まあ変にですね、孤独をごまかすなっていうことですよね、お一人様っていう言葉で。まあなかなかですね、面白い発言する人ですね。まあ私ヘライザーの動画、まあ皆さん見てない人もいるかと思うんですよね。ヘライザーの視聴者層と有本香里さんとか朝八の視聴者層ってあんまり被んないような気がするんで、まあ、ヘライザーさんっていうのはですね、ただまあヘライザーちょっとまあふざけた格好はしてるんですけど、ピンクな髪で角生えてですね、ただまあなんていうか毒舌でバッサバッサ独自の視点で、時事問題を切っていくっていう、まあ面白い人なんで、まあぜひちょっと見てもらいたいんですけど、ただこの方の昆虫食に関するですね、あの動画っていうのはなかなかよく調べてあってですね、まあ危険だよと、まあいろいろ菌が入ってたりですね、毒を持ってるものとか、まあいろいろあるんで、まあ昆虫食に関しては一言物言いたいっていう、まあそんな感じで引用ツイートしたのかなと。昆虫食に関してツイッター上で調べてたら、まあ有本さんのツイートに行き当たったのかなと、まあそんな感じがしますね。まあぜひですね、まあヘライザーさんの昆虫食の動画も見てもらえればなと思います。ということで、まあ小ネタで申し訳ありませんしょうもない導入から始まりまして、ということでですね、ジャーナリストの有本香里さんと YouTuber のヘライザーがですね、 Twitter 上でなんですけどわずかに接点ができたと、まあそんな出来事をですねお話しさせてもらいました。今日は以上になります。ありがとうございました。